はい、準優11レース2着で見事優勝を果たしました寺田千恵選手にお越しいただきました。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。5コースからのレースだったんですけれども、しばらくこうすごくいい差しが、そうですね、なんか展開ついてましたね、はい、まあ、展開もちろんその向いたっていう部分はありますけれども、ここまでのこう足がこうやっぱりしっかりしてきたのかなという感じですかね。ブレーキという船の向きとかもなんか良かったように見えますけど、はい、ちょっとずつ自分の理想とするというか、もう浮き足から伸びなんかは自分が思うよりすごく出てると思いますし、はいはい、まあ、欲を言えばもう少し手前のサイドがかかってくれれば、本当に文句のつけどころがないぐらいいい感じに、最初に比べると来てると思います、はい。予選段階でエースキーを引いた谷川選手の足がこう評判になったんですけども、その差っていうのは埋まってきてますかね。谷川さんが途中は同じぐらいだったんですけど、はい、途中ペラを叩かれて、はい、チルトを下げられて足合わせしたときはだいぶやられたんですけど、それから私もちょっと叩き返ってまた一層伸びの感じが来ているので、どうなんでしょうね、同じぐらいはいけてるかなって思う。寺田さん自身もこういい雰囲気にはなってるかなっていう実感がありますかね。はい、ただこうターン足なんかっていうのはやっぱり底力があるのが強いと思いますので、そこら辺はもう仕方がないなと思ってます。本番レースでもあるので、運もそうですけど、こう、ね、いい展開が向くかどうかっていう、その辺そうですね、エンジンが出てるから勝てるっていうわけでもないですし、はい、出てないから勝てないっていうわけでもない世界が面白いところなので、はい、もうそれにかけてもう自分のできることを精一杯するだけですね。優勝戦外枠になりますけども、十分チャンスはありとい う, こう今の心境かなですね。はい、チャンスはあると思います、はい。じゃあ最後になりますが、力強いメッセージをお願いします。はい、優勝を目指して頑張りますので応援してください。はい、寺田千恵選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。